こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回はサンタ様と一緒に使えるキャラクターたち10選ですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日の動画は皆様見ていただけたでしょうか。配布キャラの水木ちゃんを使ってなんとか PG 先発を無課金デッキの方でも作れました。まあ天丸のパワーを借りたりとかしながらではありましたが、非常にいい回なので、まだだなという方はぜひ見ていただけたら嬉しいです。そこからここに入っていただくとかなりわかりやすいかなというところです。で、まあ、サナちゃんが実装されてある程度期間も経ち、まあ僕自身もたくさん使いましたし、いろんな方からもお話聞いたりして、まあなんとなくこういうキャラたちが合うんじゃないのかなというのが分かってきました。ちょっと僕としては、さっきね、パワフルコンサートからね、帰ってきて、その余韻がありつつの、その時にもいろんな方にいろんなお話聞いたので、ちょっとその辺も加味しながらやっていけたらいいかなというところです。で、まず基本となる、こう、デッキの構築なんですけど、まあ、外せないキャラクターがこの3キャラかなというところです。まあ、同栄はまず外せませんし、まあ、オクタビア、そして守ですよね。で、同栄と守はもう唯一無二なので外すことは無理ですが、まあ、オクタビアに関しては、まあ、ちょっと選択肢が広がってきたのかなというところもあります。ただまあ、もう準必須、まあ、ほぼ必須級と言っていいと思うので、まあ、この3キャラと、あとは、サナちゃん。まあ、ここを入れた上で、まあ、どういうキャラが使えるのかっていう話ができればいいと思います。で、まずは、今日、動画を上げさせていただいた、小悪魔の水木ですね。めちゃくちゃ強いです。まあ、何が強いっていうのが、まあ、タックが 110% と。で、技術と精神ボナ両方入っていて、コントロールの上限、そして変幻自在と。まあ、サンブラットを使うと、新変幻自在が組めて、プラス、コントロールのところの練習を踏みやすくなるっていうのが、まあ、非常に大きいメリットかなというふうに思います。まあ、同栄だけ入れているとすぐそのコントロールのところが枯渇してしまうので、結構踏みにくかったんですけど、まあ、水木を刺すことでバンバン踏んでも大丈夫だし、まあ、そもそも亀石ってかなり取りにくいところではあるので、まあ、そういった亀石の供給にも、こう、手助けになってくれますというのと、あとは地味に副イベントが、買い物イベントが体力の回復バンバンくれるんで、まあ、そういった意味でも、こう、立ち回りがね、こうやりやすくなるキャラクターかなというふうに思います。まあ、タック力が本当にバカになんないぐらい強いのと、まあ、コントロール106構成、新変幻時代と、まあ、査定的には、まあ、申し分ない性能のキャラかなというふうに思います。まあ、唯一欠点があるとすれば、やはり、まあ、イベント数ちょっと多いっていうのと、あとは、鍛錬というところですが、まあ、ここを補って余りある性能を発揮するので、ぜひ使ってみてくださいと。で、新変幻枠で、まあ、アーサーですね。で、アーサーも、その、沢村がいなくてどうしようって方に、こう、小悪魔水木と一緒に使っていただくといいかなというキャラになってます。やっぱりその、サナちゃんで何か変わったって、古谷を入れなくても良くなったっていうところで、まあ、その新街道が二人で作れるんで、同栄と。なので、まあ、こういう違った構成をね、デッキ幅が広がったっていうのが非常に大きいんじゃないのかなというふうに思います。で、アーサーに関しても、基礎ボナーこそないものの、スペシャルタックが 55% プラス、スペシャルタックボーナスなので、75% プラス練習効果が入っているタックになっているので、強いです、普通に絡むと。で、骨に関しても、休息骨を持っていたり、伸び骨を持っていたりと。いうところで、まあ、非常に使いやすいキャラですと。で、招き猫を持っていった前提ですが、まあ、マントルの、ランダムイベントでテンポはもらえるので、まあ、ポーカーフェイスをレベル5で潰せて、しかも体力を回復できるっていうところも、副イベントとしては、いいところかなという感じです。で、106構成の話で、相棒のミチルちゃんですね。で、根上限で、まあいいやつを取れて、まあちょっと筋力と精神きつくはなるんですけど、やっぱりその相棒の爆発力っていうのはまだまだ強いのかなというふうに思います。なので、まあミチルちゃんを刺してコントロール106構成ですね。まあ積極的にやっていきたいところかなという感じです。で、試合経験とボーナスもついてますし、まあやる気効果アップというところで、まあタックに関しても結構強いなというところですね。そして、タッチコンビですね。上杉達也、そして、みなみちゃんと。で、ここも、サナちゃんの登場によって、また使われている方が多くなったのかな、というところです。
で、僕は魔の解放がね、進まずに、48で寸止めされてるんですけど、筋力ボーナスが12、そして練習効果 20%、得意練習率アップもあり、骨髄率アップもあり、精神ボーナーもあり、まあめちゃくちゃ強いですと。で、まあ筋力2個取りができれば、まあ本当に最右翼、まあめちゃくちゃ強い、一番手で使いたいぐらいのところなんですけど、まあ2個目の筋トがそこそこ外すので、まあ今のところは、まあどうしようかなぐらいの位置につけているかなと思います。初強化も高めですしね。そして、最強相棒と言ってもいいでしょう、みなみちゃんと。で、試合経験点ボーナス、技術ボーナー8、スペシャルアタックの経験点倍率アップと、まあ、申し分ない性能と、弾落ちのコツもくれたり、あとは、エースの風格、そして、経験点も、まあ、バンバンくれるんで、まあ、みなみちゃんは非常に強いな、というところです。そして、結構こう、顕著に生まれ変わった、まあ、蘇ったっていうのは、やはりこの辺の変化球キャラクターたちかな、というふうに思います。まずは、虹谷ですね。まあ、入る枠が全くなかったんですけど、やっぱサラちゃんの復帰に合わせて、まだまだ虹谷もいけるぞっていうのが、まあ、感じたところかなと思います。で、虹谷もアーサーと同じテーブルで固有がスペシャルタックと技術ボーナスの効果と。まあ、こっちは技術ボーナーの基礎ボーナーがついているんで、まあ、結構変化でも急速でも多く技術を供給してくれるのと、コツが絞れているのがやはりいいですよね。切れ脱三振、ゴンコツと。で、脅威の切れ味がそこそこ査定もいいので、まあ非常に使いやすいなと。相変わらず使いやすいなと。で、闇の飛ばして先に神楽坂行きますと。ほぼ同じ理由ですね。で、神楽に関しては50になればスペシャルタックが80。で、固有と合わせて 100% 得意練習率アップと変化ボーナー8、技術ボーナーもついてると。いうところで、まあ、かなり強いです。まあ、ほんと、このテーブルに関しては、まあ、その、基礎ボーナー2種類って多分、神楽坂ぐらいからだったと思うので、まあ、非常に強いです。もし、そうじゃなかったら、誰かコメント欄で教えてください。で、筋トクも、まあ、ほぼ確定と言っていいかなというところと、体力の回復もあり、そして、コツも強いと。打たれっきで尻上がり、脱三振、玉持ちと。いうところで、使いやすさがかなりあります。なので、その、闇野に疲れた時にはね、神楽坂で癒してもらうのがいいのかなというところと、そして、闇の奥くんですね。まあ僕に何度も苦渋を、こう、飲ませてきたキャラクターですと。で、技術ボナーが6ついて、練習効果15。で、変化ボナーもありますと。いうところと、試合経験点もあり、もう本当に詰め詰めになっているテーブルですね。50までいくと。で、縛りとかもくれるんで、まあ非常にこう、バントル向きのキャラかなと。そして、マイブレですよね。何を言っても変化でマイブレと。いうのが、まあ、非常に強いというところと、まあ、火事も、その最大値を狙うっていう意味ではありかなって思ってます。で、火事については、試合経験点がなんと 20%、やる気効果が150のテーブルになっていますと。で、コツは結構精神系によっているかなっていうのと、復活と完全燃焼というところで、まあ、この両取りが成功すると、相当強いピッチャーができますと。いうところですね。で、変化球の、まあ、その型にもついてるんですけど、ほぼ単連でカウントされるはずなので、まあ、その変化の石のところも、まあ、結構採掘できるかなっていうところと、あとは先ほどちょっと触れた、オクタビア抜きもありなんじゃないかっていうのは、まあ、明神とかっすよね。明神とか深見とか、まあ、この辺が入ってきたことによって、まあ、スタミナ上限も選択肢増えましたよと。あと、ロディとかね。なので、まあ、その筆頭候補として、あんだけ古谷が活躍できるんであれば、まあ、結構ありなのかなという感じです。で、まあ、強心臓を選択してもそんなに査定悪くないですし、あとはま、その重なった時にね、新強心臓が開眼できたりとかもするかもしれませんし、まあ、その、家系としてね、ミオストレートの方を成功させれば、査定は爆上がりするので、まあ、そういった意味でも強いんじゃないのかなというところです。で、あとは、その肩の上限もついているんで、球速って今はもう本当に171キロ行って当然みたいな空気があるので、まあ、そこまで行くと、この肩上限のおかげで、こう、投手の能力にはおそらく反映はされないんですけど、査定には反映されないんですが、その裏のその数値的なところで、チームランクの数値的なところで、そこにも反映されると。いうのが強いですと。いうのと、試合経験点、スペシャルテック 100%、精神ボーナー、骨イベント率アップ、筋力ボーナー、もろもろというところで、まあ普通に使えるキャラクターかなというふうに思います。ちょっと後イベなので、まあ守るとかと組むときはマネキー絶対いるんですけど、まあそういう枠で使っても結構面白いんじゃないかなと。で、減った枠は単連の前変化とか、二種連の変化が誰かいれば、そこを使うと結構面白い存在になれるのかなというふうに思います。まあ、本当にサラちゃんが入ってきて、その、アスネとの、こう、比較っていうのは動画前出したんですけど、
まあその安定感がね非常に違うかなというところと、まあその結局タックがハマらないとっていうのがマントルではあるので、まあそこまでこうほぼ無条件でたどり着けるっていうのは、まあそれだけで試行回数が減るっていうのと、まあその上でハマるっていうサクセスであれば、こうなんかそんなにこう胃がキリキリするほどやる回数でもないかなと思っているので、僕はまあサナちゃん推しかなと、まあちょっとアスネには戻れそうにないなというふうに感じております。皆様はどう思われたでしょうか。ぜひぜひコメントなんか、感想欄で、まあ高評価で反応いただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。今日の動画もぜひ見てください。